はい。えー、どうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい。えー、なんていうかね、これ実はあ、似たようなお話なんですけど、はい。えー、もうね、えー、気温の高低差が非常に激しくなっているとね、気温の高低差が。えー、で、えー、まあ、料理なんかのメニューとかね、いわゆる、あの、飲食店ですね。 えー、決めるのがもうすっごい大変になってるっていうことですね。あと服装ですね。はい。え、これわかりますよね。でも、あのー、週末ですね。この週末、天気大荒れになります。はい。天気が大荒れになります。えー、低気圧が発達してるんで、えー、非常に荒れ,荒れた天気になるということです。週末。しかしですね、昨日この、 あの、ニュースですね。えー、ヤフーニュースだったんですけど、これを貼ったら、なぜか知らないんですけど、規約違反ということで、削除されてしまいました、ニュース元が。あ、なんで、今回も貼れません。はい。まあ、似たようなことなんですけど、これ、日テレニュースさんです。日本テレビニュースさんです。日テレニュースさんからの記事になっております。はい。 えー、とんでもなく荒れた天気に今週末なるということが日テレニュースに書いてあります。はい。えー、興味がある方は日テレニュースさんからあ検索してみてください。週末天気大荒れで出てくると思います。はい、キーワードね。週末天気大荒れで えー、キーワードがね、出てくると思います。はい。えー、なぜか知らないですけど、これ、まあ、昨日もね、同じようなニュースを貼、えー、ったらあ、規約違反ということで警告が来て、えー、リンクが削除されました。はい。えー、どういうことなのか、わけがわからんちんです。はい。本当に。はい。 まあ今日も同じに、同じニュースではありませんけどね、えこういう事情で、えー、着るものとか食べ物が、あもうどう,しどうしようかわからなくなっていますよという記事でございます。はい。えー、皆さんもね、あのー、暑くなったり寒くなったりなんで、えー、まあ、あ 着るものでね、あのー、寒暖差をこう調整するということはやってらっしゃるとは思うんですけど、えー、ほんあのー、大荒れだということなんでね、週末。なので、えー、ちょっとね、えー、冬物、真冬のものも出しておくといいと思います。はい。 まあ、沖縄はね、まあ、20度は下らないんですけど、寒くてもね。えー、今、きょの最高気温24度か5度ぐらいです。はいまあ、そんなもんですね。で昨日はちょっと肌寒くて20あ、昨日うは暖かかったですね、えー。その前は23度ぐらいでした。はいまあ、22、3度ぐらいなんで、まあ、そんなにね、えー、寒いということもないんですけど。 まあ、内地の方はね、えー、すごい気温になってるみたいなんで、えー、なるところがね、えー、なので本当に気をつけてください。はい。えー、なぜかこういった記事も貼れなくなってしまいました。はい。えー、どうしてなのかは謎です。本当に謎です。わかりません。どこが規約に違反してるのか全くわかりません。 はい。天気悪くなりますよ。大荒れですよ。って言ったのが、なんでいけないんでしょうかね。まあ、動画がいけないというわけではないみたいなんで、記事だけ削除されました。はい。えー、すっごい不思議です。はい。こういうことが、あ今後ね、 えー、ほんとたくさんあるんで、申し訳ないんですけど、皆さんにはね、何度も、あのー、お伝えしてますけど、えー、元ネタの記事を貼れなくなってしまいました。はい。えー、なので、えー、こ、これがね、どこの記事なのかっていうのを口で言いますのでね、口頭で。はい。えー、興味のある方はメモを取って、えー、キーワードね、言ったキーワードをー入れてね、検索するとすぐ記事が出てくると思います。 はい。ええー、ほんととんでもない時代になりましたよね。そう思っております、私。はい。ええー、なんていうのかな。あこんな時に、はい、えー、気候がね、えー、大荒れの時に、なんかね、あのー、発電所が停電しちゃったとかあ、そういうこともあるわけですよ。十分考えられるわけなんで、 この辺の準備ですね。はい。抜かりなくしといてください。これは、まあ、関東でも、甲信越でも、えー、まあ、広島でも雪が降ったんでね。はい。えー、なので、えー、沖縄以外は準備した方がいいと思います。沖縄でもね、雪降りましたからね、昔。はい。えー、七、八年ぐらい前にね、雪降りましたからね。はい。まあ、そういうことなんで、皆さんこれね、 あのー、本当に、あのー、準備お願いいたします。はい、えー。1に準備、2に準備、3、4が準備で5に準備。はい。えー、これで、えー、準備さえしておけば困ることはありません。えー、万が一ね、大雪が降って停電しちゃったっていうことですよね。えー、停電が、あまあ、雪のせいで停電になったりとか、あ例のね、 ハッカーさんがね、えー、なんか入り込んで停電しちゃったりとか、まあいろいろあるんですよ。まあデジタル社会ってここら辺がね、えー、不便だなと思うんですけど、そういうことが起きても、寒いよーご飯食べたいよーお腹すいたよーってならないように、日頃から準備です。はい。えー、言ってることわかりますよね。まああの、本当にね、 ええー、ま、なていうのかな、カセットガスコンロでも、まあ、七輪でもいいと思うんですよ。ええー、家の中でね、調理できる。もしくは、あのー、ね、えー、北の方の地域だったら、ストーブなんかのね、上で調理したりできるんで、こういうもののね、準備。はい。こういうものの準備ですね。ええー、確実にやっておいてください。はい。 え、週末は大荒れの天気だそうです。これ、日テレニュースさんからです。はい。そういうことでね、今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。そして、また明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。にぱなた。いいお顔してますね、パなたはね。 ねえ、あら、かわいいですねねおてても見せてください。はい、かわいいおててですねねはい。